どうもこんにちは。今日は牛宮城宮迫新企画でラーメン業界激進、そして伝説へということでお話をしていきたいというふうに思います。えっとですね、何をやっても炎上する宮迫さんですねつ。なんか最近ですね、ラーメンの新しい企画をすする TV の、えー、すするさんと一緒にですね、何かやられるということで、その発表みたいなのがあったんですけど、 あの内容はねちょっと後でご,ご説明しますけどまあ知ってる方も多いと思うんですけどなぜかあの素晴らしい企画なのに、ね、叩かれる <laughs> 叩かれるという形になっててまあ分かんなかないとだってその牛宮城で散々こう炎上してある種叩かれてで中田敦彦さんにウィンウィンで取り上げてもらってみたいなの中でそのウィンウィン でもなんか、なんかこう、想定していた最後のオチみたいなやつを宮迫さんが潰しちゃってみたいなのもあって、で、最終的に、まあもう一回集まって、中田敦彦さんが全ての謎を解いていくみたいな形で、内情を明らかにしましたという感じになってると思うんですよ。で、現状だからそういう感じなんで、そんなさなか、えっと、ちょっと休止しますみたいなね、えー、ことをおっしゃっていて、立て直しでっていう感じで、で、じゃあ次出るのはひょっとしたら、 えっと、牛宮城関連のなんか動画なのかなとか、えー、っと、それから、なんだ、えっと、あるいは新しいエンタメあるとか、今後の方針とか、ま、あいろんなことについて何か出るんだろうなっていうふうに、思ってるところに急にラーメン企画来たみたいな <laughs> 感じになってて、その唐突具合がすげえなっていう話だと思うんですよ。だから、まあ、あ なかなか、その、それはね、なんかでも、これって、まあ、正直、まあ、宮迫さ,さんのせいではないと思うんですけど、難しいですよね。で、というのは、なんて言うんだろうな、その、YouTube やられてる方って、基本的には、当初、当初自分で編集したりしてるから、 当然で、当たり前ですけど、出役もやるし、編集もやるし、企画も考えるし、ある種でどうやって売っていく、どのメディアに出していくとか、YouTube やるのか、TikTok やるのか含めて、とか、あとそのアルゴリズムみたいなやつっていうんですかね、あとデータとかも見ながら、どうやって戦っていくかっていうのを、まあ、その、 感覚的につかみながら、まあ理論でやってる人もいるんですけど、基本的にはそういうの経験していくんで、そういうのが身についていって、まあ最終的に、ああ最終的にというか、どっかの段階でこう、まあ有名になっていってっていう形なんで、要はなんかオー,ルオールマイティみたいな感じのなんかこう人間が出来上がるんですよね。一方でテレビっていうのは全てが分業制になっていて、 まあ、カメラマンはカメラの専門家がいるし音響さんもいらっしゃるしそれからまあ時間だけ測る人とかもいるじゃないですかあのとかあるいはあと裏方さんの中でもいろんなその、まあ、メイクさんも、まあ、から何からも、まあ、とにかくその専門家だらけだし出役の人の中でもなんかそのアナウンサーさんっていう専門家の方がいたり芸人さんとか含めて、まあ、とにかく分業がめっちゃ進んでる。 ところですよね、まあ、そっから YouTube に来る難しさみたいなところあってだからまあ,ある種 YouTube に来て成功してる方は芸能人で言うとそのオール何て言うのマルチな才能を持ってるタイプの人だからドラマもできる、えー、それからえっ、ー、とバラエティもできるみたいな感じのタイプの人がまあ成功してるのかなって意味ですかねまああと当然芸人さんとかも入りますけどとにかくまあいろんなことを考えるオールマイティーな 何て言うんだろうかっていうことなのか。あと、視聴者のなんか感じをつかんでいく。だから、それは多分テレビでやってたんでしょうね。すごいですよね。それはそれですごいことで。なんか、YouTuber さんとかは、まあ私もやってるんでわかるんですけど、数字でもすごいわかるんですよ。だから、多分これをやったら受けるってのはわかるけど、でも、いや、受けるのはわかるけど、これを続け、例えば同じのをこう続けていくと、 興味が下がってったりとかしたりとか、まあ、含めてもうあとコメントとか見ていくとその手に取るようにそのいろんな反応がわかるようになって。 るんですよねでそれをテレビだと分かんないじゃないですか正直だからどうなんですか Twitter、まあ、等々やりながらうまくつかんでるのかもしれないですけどテレビでずっと出てる人である種その感覚をつかんでる人はすげえなって <laughs> 思いますけどねはいまあいずれにしてもそんな感じでで宮迫さんはどういうタイプの人かっていうともう完全出役の人で裏方のこととか細かいことはちょっとよく分かんないタイプの人ですよねで給料まあ、そもそも闇営業問題からもうそこから発生してると思ってるんですけど細かいこと気,気にしてない からそのお金ね100万もらったのも,もう忘れちゃうぐらいその何て言うんだろうなある種もっと宮迫さんよりもっと前の世代だとそういう人がこう何て言うの宮迫さんが多分憧れる世代の人たちが多分そういう人多かったからだと思うんですけどなんか要するに一晩で何百万とか何千万使ったとかねまあお金だけ置いてて帰っていくとか含めて豪快な人が受けるみたいな。 で、多分ご自身もそういう人のお世話になったかもしれないし、っていうのをちょっと真似したいっていうのもあるかもしれないし、その辺はわかんないですけど、基本的にはだからすごく細かいことわかんないで、出役専門の人っていう感じですよね。で、その方がまあ当然 YouTube 来ます。で、当然あの本人だけじゃできないんで、いろいろ裏方の人も揃えたり、まあ、管理してるくれる人をあのいてもらったりって話なんですけど、その辺がなんか難しいんでしょう。なかなかこう、その、 最終的に戦略としてこういう感じでやっていく、この動画を出す動線をどうするっていうのを、まあ、と何て言うんですか、裏方の人が考えるのが立ち位置的に難しいのか分かんないんですけど、 そういう人材がいない、もしくは、普通は、そのトップの人が考えるというか、YouTuber さんで言うと、その、まあで、で、出役、YouTuber のヒカルさんとか、すごい、分わかりやすいですけど、まあ、大体どういう感じでこの動画を出すといいのかっていうのは、すべてトップの人がわかってるから、まあ、細かいっていうか、その作業的なものを当然お願いするにしても、どういう戦略でこれを出していこうっていうのは、本人がこう決めるし、まあ、あるいは任せてたとしても、ちょっと違った順番で出そうとすると、やっぱりこれ変えようみたいなことを言って変えていくみたいなことができるんですけど、まあ、でも、多分宮下さはその感え 勘がなくてじゃあ裏方の人がそこを全部フォローできるかっていうとそこまでではないのかなっていう多分多分そんな感じですだからそこをね多分企画する動線考えたりそれを決定するのって多分ある程度力がいるんでしょきっとねその辺がねちょっと大人数で YouTube とか作ったことないんでわかんないんですけどねきっとそ,そ,そうなんだろうなと思うんですよねだから なんか宮迫さんがやってる企画ってでかいやつあるじゃないですか例えば今回のラーメン企画も超超でかいしそのってなるといろんな人が動いてるからその中でこの日に出すのが決まりましたこうしてくださいっていうのを動かせないものがあるとするじゃないですかでそれで牛宮城の方でいろいろすごいごちゃごちゃ揉めてたりと揉めてるっていうか大変な状態の中でど,どうしたらいいのかなっていうのをある程度決めれるのがそのトップっていうか宮迫さんだったりそのパートナーの多分えっ、ー、と かばやさんでしたっけあれ、名前忘れちゃいましたね <laughs>。パートナーの方とか、あるいはそれをサポートしていた、あのー、まあ、高橋さんとかっていうあたりになるんでしょうけどね。まあ、その辺のことをやってくれる人をちょっと牛久上落ち着くまでは相談してうまくやった方がいいんじゃないかなと思いますね。難しいんですけどね。だから、テレビとかだったら逆に時間かけてこの日に出すって決めて、それに向けてこう、じゃあ宣伝をここでやってああしてってできるじゃないですか。だけど、YouTube の場合って、 えすいません。えっ、ー、と、YouTube の場合っていうのは、まあ、その、まあ、スピードがね、やっぱり、早いんですよね。あれを取ってこう対応するどうのこうのって早いから、結構、なんだかんだやっぱ、その、一応編集から流れを全部分かってて、経験してる人がトップだと、勘どころが分かってるから、まあ、これをいつしてこうして、ああしてこうしてって言えると。ところが、多分、宮迫さんはそういうの分かんないくてですね。というのは、なんか、これを、なんていうんですか、分かってないと、 何て言うんでしょうね、一言これ言うと、現場が混乱するみたいな経験を多分いっぱいしてると思うんですよね。そうすると、下手なこと言うと、その、迷惑がかかるみたいな経験してるから、その辺がね、多分まだつかめてないので、なかなかその、ね、 でできなないいのかなっていう感じですよ、ね、あ多分そうだと思うんですよね。だからむ、例えば結構、自分がこうしたいって無理して通すときに、じゃあ編集、そうなると編集の時間がこうなります、ああなりますって話がいっぱい出てくると思うんですよね。で、その時に、返しとして、じゃあ、そこの編集はいいからこれやって、あれやってとか、まあ、そこは編集じゃあなしにしようっていう感じで、じゃあ、その、えっ、ー、と、テロップとかいいから、じゃこっちの方が重要だから先に出そうとかっていうことについては、 あの、かん、かんどころがないと多分ね、指示できないと思うんですよね。その辺がね、なんだろうな、うまくリーダーシップ取れる人がいいんだろうなっていう風に、いるといいんだろうなっていう風に思うんですけどね。まあ、難しいんでしょうっていう感じですか。というわけで、唐突に来て、出てきたこの <laughs> ラーメン企画なんですけど、この話先にすればよかったですね。で、えっと、ラーメン企画はですね、えっと、二つの、 有名店がタッグを組みます。で、多分一つのラーメンを作るのかなっていうので、えー、VS 方式で、えっと、えっと、中華そば富田さんと、えっと、飯田商店、ラーメン飯田商店が組,組みます。それから、えっと、無鉄砲さんと、それから鈴木さんですね、が、まあ、組んで、まあ、この二組で対決するみたいな感じですね。だから、新しいなん、なんて言うんでしょうね、ラーメンを作って、それで対決するっていうことですよね。なんか、 すご,い <laughs> すごい企画ですよ、ね、なんかあのー、ラーメン業界ってすごくいいですよねなんかいろんな揉め事もあるんですけどなんかも業界を盛り上げてやろうっていうだってこの老舗の人たち特に富田さんとか言い出し、まあ、言い出ってあれですけど何ですかね別にそんなになんかや,やんなくてもいいっていうかレジ,ェンレジェンド級になり なってるので特に富田さんとかね、まあ、別にな何もしなくてもいいわけですけどやっぱりまあこういうことをやってやる目的っていうのはラーメン業界を盛り上げたいとかって 新ししいいことただから最近某なんかバレエ業界のことは扱ってるんですけど、まあ、全然違う <laughs> 全然違わないか業界のこと知ってるわけじゃないですけどなんか片方の人はなんかちょっと違うかなっていうなんかこう味だけで勝負じゃんみたいな感じになっちゃっててもったいないなと思いますけどはいというわけでまあこういうのをあの本当になんに何て言うんでしょうねこう中堅どころって言うんですかね たことやるとちょっとそのまあそれはそれで盛り上がるし楽しいんでしょうけどやっぱね富田さんとか飯田商店さんが出てくるとすげえ盛り上がるかなって感じですかねでどうなんですかねラーメン好きな人ってじゃないとこの話聞いても全然面白くないっていうかそんな感じですかね富田さん知らない人っていらっしゃるんですかね なんかやっぱり女,女性とかだとまラメ食べないですかね。まあ好きな方は当然いらっしゃると思うんですけど、トーミーターさんで言うともうセブンイレブンにもう並ぶぐらいですから、多分見たかったことある人は多いと思うんですけど、まあね、ダイエット人が食べるっていうものではないから <laughs>、まあどう,どうなんでしょうね。男性食ってイメージありますけど、最近はあの女性の方でもね、食べられる方増えてますけどね。だからまあ、どうですかね。ずっとトップ ですよね私のあ,、まあ、あ,あくまでラーメンちょい好きの私が思うまあこの業界のずっとトップを走ってきたみたいなイメージですかね富田さんは。ででそこになんか進行ってわけじゃないんですけど、えー、と飯田商店さんは、まあ、まあ作ってる種類がちょっとね、えー、違うんですけどあの何て言うんだろうなこう。 っていうので出てきてただ場所がねちょっと田舎の方っていうかにあるので普通だったら全然困まない場所ですけど、まあ、そこにすごい人が並ぶっていう状況を作り出してで、えー、と何年か前にそのラーメンの評論家みたいな人たちがみんながこう1位にしたみたいな企画を私は見たんですけど多分食べに行きたいと思っている人すごい多いんじゃないですかね。ただ富田さんとかは、まあ 富田さんのところの本店に行かなくても、まあちょっとその派生のお店だったり、あるいはセブンイレブンで売ってるから、まあちょっとね、あの、本店に比べるとどうかって話はありますけど、でもクオリティ高いですからね、なんとなくわかると思うんですよ、味がね。はい。っていう感じかなっていうところですかね。っていう感じで、まあとにかく、このなんか業界のもうなんかトップ中のワンツーみたいなところが出てくる時点で、しかもタッグを組むぞっていうところで、 もうなんかラーメン好きにしたら結構素晴らしい企画ですよね。それをなんかあの宮迫さんが食の企画みたいなやつをやって。 てててる中でななんか料理勝負みたいな企画をやってて、まあ、最初は再生数すごい回ったんだけど、その後にちょっとうまくいかなくなってしまったみたいな感じで、そうで、このね、番組の解説が森田さんだったんですけど、<laughs> 森田さんとの仲はどうなったんでしょうっていう感じで、まあ、とにかくですね、えー、っと、で、出てこられるのかなわかんないですけど、まあ、これ、 まあ、本当に楽しみだしでこれの買った方がなんか商品化されるんで味を楽しめるっていう感じになるしまああとは場合によってはなんか期間限定でどっかにお店作ってそのまあ屋台屋台とかでできるのかなあのどっかお店どっちからどっちかのお店でやるとかっていうのを含めて、まあ、どっかであの期間限定でこのラーメンを出そうみたいな話もあるかもしれなくてっていう感じになるとラーメン好きは 楽しいなーみたいな <laughs> それ素晴らしい企画なんですけどねそうだからその <laughs> だけどなんかすげえ叩かれてて <laughs> もうなんかもう何をやっても叩かれるっていう美佐子さんって感じですねはいただ叩く人が悪いかっていうとそうではなくてその唐突すぎるんですよねなんか動線をやっぱ引かないと急に出てきたらびっくりするっていうかそのなんだろうな 急に出てきて、このタイミングで急に出てくるといいなってタイミングも当然あるんですけど、宮坂さんの場合は唐突になんか、うおごって現れるから、そう、なんか、よう、わからんな、みたいな感じになって、その気持ちがなんか今までのことで叩いていた人たちに正当化。 を与えてしまうというかよくないかよ,よくないんだけど、<laughs> あいつは何がまた何かやってるみたいな感じで捉えられちゃっていて、めちゃめちゃいい企画じゃないですかね、これね。だから、その、うーんと、あのね、多分ね、今までもそうなんですけどな、なんて言うんでしょうね、こういう企画を発表する、なんて言うんですかね、まあ、素晴らしい企画だから、どっかの、例えば、ヒカキンさんとか、なんてうんですかね、その、 有名である程度そのなんだろう評判がいいみたいな人っていうんですかねが突如 なんかこういうのやりますみたいな話になったら、おおみたいな感じで湧くと思うんですよ。で、それをやっていっぱい叩かれてるんだから、その、なんて言うんだ、失敗してるんだから、その、うまくやればいいんですね。で、牛宮城とかは、その動線が完璧にできていて、その、まあ YouTuber のヒカルさんも当然絡んでるからだと思うんですけど、最初に宮迫さんがドッキリで焼肉をやりたいみたいな、あ、焼肉店をやるんでお金貸してくださいっていうドッキリから始まるんですよね。それで、まあ、 あの別にいいですよっつってドッキリ潰しをされるっていう <laughs> 感じになるんですけどでそもそもそのひかるさんが何でいいよって言ったかっていうのも自分が焼肉屋さんでいっぱい撮影してきてでまあ 別にそこで何か見返りがあるわけでもなんでもないし、そのお店をね、全然普通にめ有名にしちゃってるだけで、ただ与えてるだけなんですよね。だからそれが自分のお店ができればとか、例えば宮迫さんが持ってるお店でやるんだったら、それはいいから取りたいしみたいな感じで、あの、応援したいっていう話があって、要するに焼肉をやるモチベーションとかメリットがあるんで、で、なんかあと2人でやったら盛り上がるから一緒にやりましょうって感じで、で、こういう納得感ですよね。<laughs> 納得感があるとそうするとえそうなのかみんな,なんかそんな感じのことがあったら楽しいな嬉しいなみたいな感じで思ったと思うんですよ。でその後に本当にあのなんかなんだろうな本当にやりたいなみたいなことをお互いちょこ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 言ってる中でじゃあ実際に本当にやろうかみたいな話でじゃあいろんな人に話を聞きに行こうって言って森田さんにあたりとかみたいな話になってったっていう、まあ、そんな。 同線がうまくできてて、そんな中、じゃあ、牛宮場ので、じゃあ、実際どういうお店にするんだっていう右翼曲折があって、じゃあ、試食会だっつって、そこで普通に美味しいものができてれば、素晴らしいって盛り上がって、オープンでうまくいくっていう、まあ、そういう感じだったと思うんですけど、まあ、とにかくだから、そういうある種の、こう、 応援したくなるような動線作りっていうのがまあ中田敦彦さんも随分あの宮迫さんそれができてないから応援しにくいんですよみたいな話がありましたけどまあ結局このラ,ラーメン,ーメン同じことが起きててそのなんて言うだろうなそうそういう動線作りをうまくやるべきだったんでしょうねだからラーメンで言うと何ができたんでしょうねそそもそもあのラーメンは好きで っていう話でとかラーメンを作ってみたみたいな企画があったりしつつラーメン業界に対するその熱意とかあるいはそのお店の紹介みたいな時々やったりとかしてでもなんか宮田湖ばっかりやってるけどその何て言うんでしょうねラーメン屋さんとか牛久場もや,やってるけどねちょっとラーメンも実はやってみたいんだよねって思いつつこういうお話が来たんでつって是非応援したいみたいな話で始まりましたとかまあこの牛久場が燃えてる状況でなかなか <laughs> その <laughs>。 なん <laughs> じゃこれ感は確かにでかくなっちゃうんですけどああなかなか面白いですよね。<laughs> とにかくその動線作りいくらでもあると思うんですよね。料理関係のそういうのやりたいんだったら別チャンネルも作ることができるしなんかとにかくご,ごっちゃ混ぜになってて応援しにくい状況が出来上がっていてそれがいまだになんか継続してるっていうのは変わんないのかなって感じでねっ何からそれをほ普通だったら YouTuber さんだったらそういうのいろいろ 裏方とか含めて全部経験して全部できるから勘どころが分かっていてこんな感じでやりましょうっていうのはできるんだけどちょっと宮迫さん自身はそういう経験が少ないんでそれからそう,いうそ,うそういう素養を身につけていくことにするのかそういう動線をまあ考えてくれるような人を迎え入れるのか今のスタッフさんがそういうのをやるのかわかんないですけどある程度なんかちょっと ちょっとその強い立場じゃないと、動線引くって難しいのかもしれないなって思いましたね。普通に企画会議で、まあこんな感じがいいと思いますでは、ちょっと難しいのかもしれないですよね。だから、こういう新しいラーメン企画出てきました。じゃあその動線をじゃあどうやって組んでいこうかっていうのを、その、まあ普段から宮迫さんの方で <laughs> 企画で考えてほしいっていうことになるのかな。まあとにかく応援しやすくするっていう、その、 何て言うんだろうな、やっぱ動線作りっていうのは本当に大事なんだなっていうふうに思うんですよね。で、それは結局ちゃんと視聴者の方をちゃんと見てるかって話につながると思うんですよね。いろんな反応来てると思うんですけど、それに対してちゃんと答えようと思ったら、なんかね、 急にこんなのポンって出すよりは、まあいろいろ、まあできたのかなっていうふうに思いつつ、まあ難しいでしょうね。まあいずれにしてもね、芸能人バリバリの人で、まあいわゆるまあトップ級のとこでやってた人が、まあやるってこと自身がすごい難しいのかもしれないですけどね。まあ、一方で、その YouTube で何かをやるってなったときに、やっぱり あの、視界能力とか知名度とか含めると、宮迫さんは圧倒的だから、まあそういった意味において、こういう企画がね、成り立つね、ハブみたいな感じの存在になれるっていう意味では、軽有な存在なんで、せっかくなんかこういう、なんかいい企画があるんでね、なんか、料理は料理チャンネル作った方がいいような気がしますけどね、別で分けるっていうか。で、応援しやすいような仕組みにして、ラーメンだけじゃなくて、いろんな業界で、その、 まあそれこそ食を応援するじゃないんですけどラーメンだったり、まあ、カレーも、まあ、いろんな、まあ、すごい業界がたくさんあるじゃないですかでそこで VS 企画やったりとかそうしかもねなんかテレビだとそのどうしてもその宣伝とか含めてガチ感が出ないじゃないですか先日もなんかとあるシェフがその <laughs> あのすごい <laughs> 叩かれてましたけどまあまあまあそのテレビだとどうしてもねその いろいろね、こう、ガチ感出ないんですけど、まあ100、100%ガチは難しいとしても、もうちょっとガチに、ガチ寄りの方で、なんとかできるっていう意味において言うと、まあ、結構、稀有な存在であったりすると思うんで、職を応援したいっていう意識もあるようですから、あの、ね、あの、チャンネル分けて、やっぱ普通にね、いろんな業界のバトルをここで繰り広げると盛り上がるんじゃないかなって感じですかね。そう、普通じゃ集まんない人たちが集まってくるっていうのは、すごく、 いいんじゃないんですかね。だから、宮迫さん個人を応援したいとか、なんか好きだっていう人はすごい多いのにな,んかなかなかその <laughs> もったいない感じはすごくしますかね。はい。まあ、そんなようなお話でした。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。